この1周年ということで、愛知県ごと決めたいがなんとスペシャル企画というものをですね、ご用意させていただいたのでございます。まあ、パラパラの拍手でございますが、ありがとうございました。分かりにくいじゃん、きっと。そうじゃな、これもの全国の衣食住、衣食住とこういって題しましてですね、はい、この、今の中部部長官の隣でございますかな、フレンズ1という会議室なんじゃがな、そちらの方でいろいろ私どもの記念グッズですとか、本日なんかはの先ほど匂い袋ですか、はい、お香も自分でブレンドいたしまして、はい、自分だけの、はい、お香を先ほど先ほど作った方おられますか、自分だけの匂い袋が作れるんじゃ、おしゃれじゃのう。ぜひともな、皆様なかなかお香などは自分で自分だけのものというのは作れませんゆえ、はい、後でもお越しくださりませ。ぜひお楽しみございます。終わってしまいますよ、今日は。の終わりでございますか。本日終わりですけれども、またの、そうだ、明日ございますのでな、皆様明日も平日でございますけども、まあ来ていただけるのではないでしょうか。お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、あとはですね、はい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 、まだまだこの企画がございまして、皆様もう、はい、金城学校、高等学校の皆様方、まあ、その姫君たちと私たち愛知県ごく姫隊がなんとコラボレーションをいたしまして、まあ、姫姫企画なるものを、姫姫でございますね、姫と姫の企画をご用意いたしましてが、どういったことをしたかと言いますと、はい、まずこちらセントリアにございますアリスダイニング、そう、歌舞伎様ですな、すみません、今ちょっと飛んできましたが、はい、アリスダイニング歌舞伎様で姫御膳というものわー、私たち企画したんでございます。姫御膳じゃーってことは姫姫御膳でございます。そういうことでございます。そう、そしてのその企画の担当の姫が私とお市様でございます。はい、様と母上、はい、そうなんじゃ、少しお市様それについてのご説明をお願いいたします。はい、戦国時代といいますのは食材の味をそのまま楽しんでおりました。例えば甘みを取るにしても果物からの甘みを取ったりして、こういった素材の味をそのまま楽しむというのが、こう平成の世で言いますと今話題のマクロビオティクスといったそういう方法なんですが、知っていますか。もうマクロビオティクスと言いまして、うん、砂糖ですとか動物性の食品、体に余分なものは一切使わないといった調理方法なんですが、もう、まあ、こちら女性にとりましても健康的でヘルシーなお味ですそうそうでございます、まあ、女性がの好む感じでございますけれども、今の世はいろいろ成人病ですとかございますでしょう、おりませんか。ここら辺がこう太い方、メタボというやつでございますね。そうか、メタボという方、その方々にもの体に良いので、ぜひキネゴで食べていただきとうございますな。はい、はい、ということでこれ食だけではございません。まあ、その前にの少し金城学院高等学校の皆様方の説明をさせていただきますとですね、はい、こちらの方々は、はい、家庭科クラブで、はい、いろいろのその料理のことについて研究を日々されている方々でございまして、どういったことをしておるかと言いますと、どこに行くんだ、どこに行くんだ、どこに行くんだ、ちょっと話が長いと。そうですか。しばらく私どものお話にお付き合いいただきとうございます。はい、まあ、近所学園の、はい、近所学院高等学の皆様方、家庭科クラブの方々がですが、一生懸命日々料理の研究をしておる、そういう中でまずどういったことをしておるのかと言いますと、まずそこの卒業生の方で有名なパティシエというんですかの、この、まあ、お菓子ですか、お菓子を作る方々、そしてその有名な方がカフェ田中様という方、講師に招いて研究しておるそうなんでございます。素晴らしいですな。素晴らしいでございます。常にこう自分磨きをしておられる、まあ学びたいものでございますな。皆様方より料理がお得意ということ、そうなんじゃ、そうなんじゃ、私たちもな
あいろいろ教えていただきとうございますが、はいはい、そしてその日々研究している方々がその、まあ、高校の青春の日々を、まあ、集大成しました独自の、まあ、甘味どころ、まあ、何て言いますか今の世でいうオリジナルスイーツだそういったものが、まあ、そうなんじゃ企画していただきまして青春のこう甘酸っぱいものが詰まったこうスイーツが出来上がっておりますのでな皆様ぜひそちらの方も楽しみにしてみてくださりませの素晴らしいんじゃぜひ皆様こちらの後でもう少しの詳しく説明いたしますがの、はい、そういったものもしておりますそしてのこちら3月11日土曜日この1日だけの特別な姫御膳でございます3月11日そう3月の11日の土曜日そしてこちら限定50名様予約が必要でございますよ日曜日でございますかこれここ間違っておりましたお題様ここに書いておるんだお題様悪くございません日曜日じゃの日曜日だな誰がこんな書いたの本当だまあ、11日日曜日だ皆様これで覚えましたな11日は日曜日だそちらの方でな姫御膳食べれますそうじゃのそうじゃ姫御膳50名限定でそうそう50名限定でございます食べ終わった後にあのお医者様のマラソンの応援へとそうでございますなんとマラソンもいたしますよ応援にみんなで食べてそのまま向かうが良いかとそうじゃそうじゃそしてそちらはの、はい、かの有名な料理人の料理の鉄人石鍋シェフですがこちらの方がプロデュースしました先ほども申しましたがアリス第二歌舞伎様にてご提供いたします必ずこちらの方あそうそうこちらの少しあるんじゃこういうチラシがのでございますね先ほどそこのアクセスプラザに降りる階段の前にも大きなパネルがございましたがこれぜひともお早めにこちら予約していただかねばなくなってしまいますのでな皆様ぜひともこちらに申し込んでいただきとうございます予約しようかなと思う方はいあのなんのちょっとこちら控えめな方がいらっしゃいますなんでじゃもしかするともう申し込んでしまったのかもしれませんなお伺いできると思います。はい、まお伺いします。援護いたしますゆえな皆様ぜひご参加くださりませ。よろしくお願いいたします。いますはい。そしてまだまだもう一ついろいろ盛りだくさんでございますけれども企画がございましてそちらの方は私たちは食でございましたが胃の方ですな。胃の方はお坊様と狐様が担当しておりましての。はい。そのでございまする私号からはこちらのお知らせ出てきたの今それに入っておりましたじゃんこちら初めて申しますかの中部武将館で浴衣デザインコンテスト開催ということでございまして、はい、ありがとうございます拍手じゃーんありがとうございます開催決定でございまするこれ何かと言いますとありがとうございます、はい、そう中部武将館の、まあ、1周年記念ということは今まで通りお話ししておる通りでございますが、はい、セントレアオリジナル浴衣デザインコンテストというものを私たち愛知戦国姫隊と中部武将館様のコラボレーションで実現したんでございます大丈夫かの戻ってしまったのちょっとほっとけなかったんじゃすいませんの、うん、はいこれは2月18日から4月20日20日のまでの武将のふるさと愛知の姫にふさわしい浴衣のデザインを募集いたしまするそしてなんと最優秀作品には実際に浴衣を仕立て上げて毎年行われるセントレア盆踊りコンテストでお披露目させていただきますこれは素晴らしいですな絵を描いたものが作ってもらえるんでございまするしかもこちらには何賞最優秀賞セントリア賞愛知戦国姫大賞などなどいろいろございまして景品化粧品などもございまする私も絶対に応募いたしますでございますよね、はい、姫たちも出したいですもんそうはい、まあ、自分のデザインが形になるっていうのも素敵でございますが詳しくはこういったチラシもございますのでぜひご覧いただければと思います、ぜひこういったご自分での作ったものをこういったところで賞を取られたということでしたら記念になりますよぜひご参加くださりませ
多くの方々のご参加お待ちしております。よろしくお願いいたします。お待ちしております、ね。はい、ということでですが、この、はい、今の1回の中部武将館でございますが、1週間の期間中、まあ、今日もそうでしたし明日もですが、そちらの方で徳川美術館の方、そちらの方のご協力によりまして、今もう参加された方もおられるかもしれませんが、組紐を作ったりですとか、あと貝合わせの方もこちら体験ができます。はい、貝合わせ知らない方というのはおられますか？誠にしておるんですか。まあ、貝合わせ、今の世でいうトランプの神経衰弱ですな。こう2枚の貝の合うか合わないかということですが、昔の戦国時代の姫君ですとかは遊んでおったんです。そういったことが体験できる大変楽しい企画がございます。ぜひとも中部武将館の方にお越しくださりませ。よろしくお願いいたします。まず明日もですが、私どももおりますゆえ、皆様お越しくださりませ。よろしくお願いいたします。その前に私たちこの後武将館の方に向かいますね。そうですが、この後少しまだおもてなしを武将館の方でいたしますゆえ、ぜひとも皆様一緒に移動していただいて、お話などをよろしくお願いいたします。お待ちしております。それでは皆様、天下を取ったは愛知の武将、愛知は武将の